ということで、どうも皆様、ジャミーのおいです。今回はね、なんと、待ちに待ったスキビートレイン77話のパート3が出るということで、早速見ていこうと思います。やっと来るぞ。77話パート3。さあ、始まるぞ。どうからだ、これ。あ、こっからだね。で、そして、いいね。これでね、グッとして、こっからだね。ここで、あー、そうだった、攻めてきた。やばい。あ、結構食らったんじゃない今。やばいんじゃない。ここで、あ、なんか新しいもの乗ってくないか、これは。すごい、やばい。やばいよ。あ、すごい、めっちゃかっこいい。え？あ、すごい。あー、吹っ飛ばした。やばい。おー、スミストイレが、ボコボコにしたぞ。やばい。やばいんじゃない？めっちゃでかいの来たよ。これ逃げた方がいいんじゃないの？いや、視点のカメラマン大丈夫か？え？あれ、これは、どうなってるんだ？立ち向かうのか、もしかして。さすがにやばいんじゃないか、これは。ダメだって。フランジャーウーマン。やばい。え？あ、テレビウーマン。めっちゃアップグレードされてるじゃん。やば。誰だ？え？嘘でしょ？ラージテレビマン。アストロアームで。やばすぎる。大丈夫か？え？どうなってんだこれ。おお、すげえ。やばい。めっちゃテンション上がる。ここで、タイタンテレビマン来て。おっ、すげえ、吹っ飛ばした。これで、行って。あ、耐えたね。あ、やばいんじゃないか。テレビマン。早速食らったけど、あ、肩のテレビ回復してるじゃん。あ、すごい、めっちゃ。お、首を切り落とした。え、結構食らっちゃってるぞ、でも。早速。で、今回、確かジーマンも出るらしいからね。やばいぞ、あ、やばい。テレビマンが。あー、これは、またアップグレードに入るかな、これは。やばいんじゃない？結構みんな食らっちゃったね。なんか喋ってるけどわかんない。お、シールドがついたぞ。めっちゃ本気出して戦ってるじゃん。タイタンスピーカーマンは来ないのかな。やばい。もう死ぬんじゃない？ここで来るんじゃないか？誰かは。あ、来た。誰だ？お、あ、さっきの乗り物のやつ来た。あ、一瞬で壊されちゃったね。おお、人止め貸したぞ、これで。めっちゃ壊した。あー、やばい。これ強いね、結構。アップグレードタイタンテレビは結構経過したけど、大丈夫か、これ。一回、またアップグレードじゃない、これ。最近結構出たばっかりな気がするんだけどね。やば。テレビウーマンめっちゃアップグレードされてるじゃん。これで、戻んないの？さすがに戻る、くない？あ、また来た。やばいぞ。大丈夫か？あー、ジャガーなんか来た。なんかアップグレードされてない？でかくなってないめっちゃ。ジャガーの音来てる。アップグレードタイタンテレビは大丈夫？あれ？あ、出なかったね。これで終わりだ。
で、皆さん、次はね、字幕つけていきましょう。これで、こっからだね。で、ここで、これが来ると。で、そして、結構ね、追い詰められちゃうと。ちゃんと、あれだね、連動してんだよね。で、これで吹っ飛ぶと。そして、こっからだね、結構攻めてくるの。こっからみんな逃げていくと、さすがに。これは結構やばいよね。あ、そういえば右腕取れちゃってるじゃん。この視点のカメラマン。で、ここで立ち向かっていくんだけど、あ、これもさすがにね、勝てないと。で、ここでテレビウーマンがちゃんと来ると。まあ、あれはさすがにちょっとやばいからね。普通に。ミュータントは、顔が、ボッコボコだな。これ結構やばいよね、これ。これがマジで本当にすごすぎる。あ、ちょっと口悪いな。で、これでめっちゃ攻めてくる。何が起こるかわかんない。何が起こってるのかわかんない、これ。どういうこと？で、これで、めっちゃ撃ってきて、ここでね、アップグレード財団テレビの、誰かが死んでいる。そしてそれは私ではない。どういうことだ？タイカメのことか。で、これで、撃つと。ここでね、結構やられちゃうんだよね。今回で結構、アップグレード財団テレビは食らっちゃったね、多分。さすがのアップグレード財団テレビマンでも、さすがに勝てないのか。タイタン3人じゃないと。今まで結構勝ててたんだけどね、G マンには。で、これ結構ね、きつくなっちゃうと。画面が割れて。でも、やっぱりね、アップグレード前のテレビマンよりめちゃめちゃ防御力とかアップしてるね。耐久力とか。多分ね、これアップグレード前のテレビマンだったら、普通にもここで逃げてるから。見てなかった。翻訳見てなかった。編集の時に見ましょう。これで、やりたいと。お、すごい。戦いがすごすぎる。足やられたけど大丈夫か。ねえ、こいつのおかげで、まあ、プーベルヘイタンテレビの方が助かると。これは多分あれだな、タイタンスピーカーマンとタイタンテリマン結構アップグレードされるな、この後また。これで潰されちゃうと。結構音がね、ちょっとよろしくない。で、この辺で、まあ、ここで一回逃げるのか。みんなを基地にテレポートさせた。こっから出よう。視点のやつだけ、テレポートしてないよ。で、ここでね、来ちゃうと。まだ戦う気なの？ちょっとやばいんじゃない？で、ここでね、来ちゃうんですよ。さすがに勝てないんじゃない？今回は逃げていません。ちょっとやばいんじゃないの。さすがにね、タイタンテリオンびっくりしちゃってる。あー、はい、ということで皆さん、ま、かなりやばいね、今回のは。そしてこのラージテリオン、これやっぱね、アストラームを持ち帰ったおかげでめちゃめちゃアップグレードされてるね。これはね、やばい。ラージカメラマン結構アップグレードされてるけど、これね、最強すぎると思う。まあ、その代わりスピーカーとかなくなっちゃったけど、
なんか、対談テレビマンっぽくなってるからね、テレビの方も。多分結構ね、前よりも、もうかなり耐久性もアップしてると思います。まあ、アストラームつけてるってことは、もう、タイタンカメラマンよりかは多分強くないけど、そんくらい強いんじゃないでしょうか。そして皆さん、このタイタンテレビマンのこっち側の腕見たらわかると思うんですけど、やっぱね、この、やっぱり剣にはね、シールドが必要だと。ということでね、まあ、シールドがね、ついたんですよ。まあ、すぐね、結構、やられちゃうんだけど、まあね、ちゃんとテレビも直って、出てきたと。そして皆さん、まあ、ここですよ。まあ、さっきね、僕が見逃したとこなんですけど、まあ、あなたのタイタンはあなたが死ぬことを望んでいないでしょう。つまりね、これは多分、アップグレードタイタンカメラマンがね、多分生きてるってことになってるんだと思います。まあ、多分ね、まあ、タイタンテレビは多分知らないんだろうけど、まあ、生きてるということでですね。まあ、多分ね、エピソード、次78？多分77パート4ぐらいまで続くと思うんで、多分そこで多分出てくると思います。はい、ということで皆さんどうだったでしょうか。今後もね、スキビートイレの考察などね、していくんでね、もしよかったら皆さんね、チャンネル登録と高評価して待っていてください。ということで、バイバーイ。